レオがついに1軍に合流しました。先ほど中日スポーツでも発表になりました。18日バンテリンで行われる広島戦で先発するようです。手レオを使って情報操作しているだけではないですか。今の中日の状態を考えると通常ならば次の監督の話で持ちきりではないでしょうか。しかしここに来て立て続けに来年に向けての情報がたくさん出ています。中日球団の加藤代表が立浪監督に来年も指揮を取ることを要請したというニュースが出たと思えば、次は井上和樹さんの入閣するニュースが連続で出た。球団としては来年に向けて動き出すことを前面に出していきたいのだというのは分かった。このニュースが出た途端中日ファンから納得できないという意見も SNS などで飛び交っていたところに、このニュースである。レオの一軍合流、確かに今年二軍で先発としての体作りをしていたレオの一軍合流はファンが待っていたことだと思うし、今シーズンの残り試合は来年に向けた若手の経験の場とすることは重要である。しかしこれまでのネオといえば18日広島戦で本拠地先発へファームで23試合に登板し、0勝7敗、防御率343で、とにかく勝てていないの、である。内容も制球難がクリアできておらず、5回を投げると100球くらい行ってしまうというピッチングが続いている。しかもこれは2軍の成績であり、1軍で使いのはある種ギャンブルである。少なくともネオの投手育成プラン通りに来ている内容とは言えないのは間違いない。確かにこれまで大舞台で結果を残しているネオだから、一軍で登板することでガラッといいピッチングをする可能性がないわけではない。ただそういう気持ちがあるなら消化試合になる前に一軍で投げさせても良いのではないかと思う。なんか立浪監督続投の報道から話題そらしをするためのような起用、そもそも立浪監督の一声で決まったような投手転向だったので、いまいちな投球内容になってしまったら立浪やめろの声が一層大きくなりそうではあるけど、やっと1軍合流、2軍では長いイニング投げれるようになったみたいだし、投げるスタミナもついてきたと思う。0勝7敗という成績をどう見るかだが、タイプ的に大舞台で強い投手、去年でもそれを証明している。5イニングが目安になると思うが、好投すれば次のチャンスももらえると思う。それが来季ローテ入りの条件でもある。ネオの場合バッティングも楽しみ。2軍は DH だからバッティングのチャンスがない役で、1軍で5イニングだと2打席は打てる。どんなバッティング見せてくれるか、チャンスで回ってくれば期待してしまう。キロメートル投げれることができるというのは近年増えてきているとはいえ、それだけで投手としては武器になる。立浪監督が下したネオ選手の投手転向を私は支持している。ドラゴンズの先発陣は小笠原投手に柳投手、高橋光人投手を軸にして、ベテラン涌井投手に来季は復帰するだろう大野雄大投手、そして復帰した梅津投手に松葉投手やメヒア投手がいる。この先発陣の中に割り込むのはなかなかの至難の業だが、昨日登板した中地投手とともにネオ投手も頑張ってほしい。今季のネオは昨季よりもストレートの球威とスライダーのキレがないことを一軍に伝わった上での昇格なら、立浪監督は何を考えているか。前回2軍で3戦と途中まで組み、制球難でも試合は作ったけど、最後は加藤拓と組ませ、今のネオの課題を小田コーチが降板後にベンチで2人で真剣に話していたのに、中途半端な状態で昇格させるのはもったいない。小田もネオが次回は1軍で投げるのを知っていたからこそあれだけ真剣に伝えたのかもしれないが、今のネオはストレートを投げる時とそれ以外を投げる癖がわかる打者には美味しい状態で被弾されやすい。本人もその辺は自覚しているから余計に克服するのに苦労。昨季は投手ネオのデータがなく、スライダーのキレが想像以上に良かったので打者には狙い球が絞りづらかった。今季はデータあり、スライダーのキレも良くない上に、今はストレートを投げる際の癖を気にして投げるから突然四球連発になる。ようやく一軍で試す時が来ましたね。0勝7敗で一軍昇格を疑問視する何も知らない人もいますが、自分に集中して投げてほしいです。また打撃練習もしているようなので、評判を覆す打撃なんかも見られたら最高です。
そういえば責任を持って投手やらせるみたいなこと言ってたっけ。立浪監督の言う責任ってなんだろうと思って見てたが、消化試合でチャンスを与えることも責任の一つかな。トレード時期そして欲しい自分のためだ。体制しようがしまいが、土のとの責任。そんな環境で、ネオには挑戦して欲しい。